ゲームボーイを水洗い、果たして動作するのか、アンマンシャワーで喜ぶ。今日のアンマちゃんでございます。アンマちゃんがね、お風呂で遊んでます。シャワータイムです。やめてよって感じ。でもね、シャワー音に少し慣れて、なんて言うんですか、テンパってはないですね。まずやっぱり太ったよね。濡れてもこのボリュームですからね。ちゃんと洗っとかないと。頭もね、洗わないといけないけど。いい？かけるよ。やめてよって感じ。どうしようかな。それでは本編スタートです。どうもプニでーす。お元気ですか皆さん。今日はですね、こちらの不動の、ゲームボーイですね、動作しなかったやつです。これをね、修理していくっていう、形の動画になります。まあ今日はね、まず洗おうかなっていう感じ。端子がね、錆びているし、分解してね、綺麗にしていけば、ひょっとしたら動くかもっていうね、そういうお話でございます。それではね、まあ分解していきましょうか。すごく汚いですからね、これね。まあ、というわけで、このジャンク品の分解をしていきます。今日はね、ちょっと動画が長くなりますね。水洗いをね、していきます。汚れているものはね、全部水洗いしようと、思っております。というわけで、分解していくんですけれども、特殊ドライバーがね、必要になります。よいしょ。こちらですね。Y 字のね、ドライバーになります。3番ですね。Y の3番。これをね、使っていきます。よいしょ。ネジが錆びてんな。汚れてるネジはね、綺麗にしていきます。これね、意外と大事な作業なんですよね。この錆がね、どん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 広がっていくとまあ困るんでね。でネジをね6本取ったら、こちらがねパカリンコしますので、開けていくとメイン基板と液晶をつないだケーブルがあるので、それをね、外していきます。ケーブルをね引っこ抜けば、分離ができます。よいしょ、こんな感じですね。まあ、あとはひたすらネジ取ってね、分解していきます。ここはね、この基板はネジ2本取るだけですね。よいしょ。でここもネジ2本ですね。よし。今回ね、自分のゲームボーイなんで、デンドラ使ってますけど、なるべくね、まあデンドラは使わない方が無難だと思います。で、クイッとやれば取れます。これね、一式。あとはね、これも分解して、水洗いしていきましょう。すんごい汚れてるんで。で、端子部分もね、取り外していきます。ちょっとね、爪で引っかかってるだけなので、爪を押しながら、こうやって引っこ抜きます。さあ、全部ね、抜いていきますね。で、あとはね、こちらのプレートも、取っていきますけれども、一本ね、ネジがね、潰れてたんで、それはね、舐めたネジ取りで、取ることにしました。
これやっぱり分解履歴があったのかな、というわけで舐めたネジね、無事取れました。これもね、洗っていきましょう。で、これはね、もうそのまま水洗いですけど、端子が1個残ってたので取ってます。爪を押しながら引っこ抜く感じですね。よし、さあ、そしたら次はどうするかな。さあ次はですね、ちょっとここ拭いとくか。なんかね、ベトベトするんで、ここ拭いときました。で、ここの端子はね、接点強化剤で一応ね、掃除しときました。まあ問題がないでしょうけどね。まあそれではね、一回動作確認をねしてみましょう。これで動作するのかしないのか。まあここで動作しなければね、まあ修理がちょっと複雑になるんですけど動作してしまえばね、まあラッキーですね。ちょっとショートしないようにね。で、結果ね、無事動作しました。安定化電源から今電源、入れてますけれども、問題なく動作しましたね。あ、動いちゃったな。まあラッキーといえばラッキーですけど、残念といえば残念ですねすげえな、やっぱり任天堂の機械は壊れないね。でね、ここの基板はね、すごいネジが多いんで、まあ頑張って取ってってください。よいしょ。まあ、今回ね、側を水洗いしたいんで、全部ね、分解していきますけれども、まあ、動くんであれば、なるべく分解ね、しない方がいいところではありますよね。これが外れないんだよね。で、ケーブルもあるからさ、液晶がうまく剥がれないんだよね。フロントのね、パネル取って液晶を押せればね、すぐ取れるんですけど、まあそういうやり方もありますけど、どうにかこっから取りたいんですよね。というわけで、一回ね、温めることにしました。やっぱりちょっと、なんていうんですかね、液晶止めてる粘着テープが、がっちりくっついちゃってるんで、温めてね、剥がしやすくします。これで多分ね、取れると思う。あ、取れましたね。こんな感じ。で、ケーブルが結構あったりするんで、まあ、注意してね、抜いてください。ケーブル切らないようにね、してくださいね。この辺はもう水洗いですね。よし。まあ、全部洗っていきましょう。すんげー汚い、これ。で、スピーカーがね、ちょっと汚れていたので、水拭きしました。まあ、少しっていうか、かなり汚れちゃうね。で、あとはね、ハケ使ってね、汚れ落としながら、綺麗にね、していきました。初の入浴かな。産湯ですね。産湯に使っております、ゲームボーイがね。で、こういう、ブラシね、歯ブラシ使って、細かいところはね、綺麗にしました。で、綿棒ね、使ってね、こういう奥まったところは、少し、そぎ落とす感じで。で、洗剤はね、もちろん、アビリティクリーンなんですけど、本当にね、汚れがよく落ちるんで。で、この水にね、溶け込んだアビリティクリーンもね、効力を出しますんで、そんなにね、量かけなくても、綺麗になっていきます。もう結構、水がね、汚くなってきた。
まあ、こういうハケとね、ブラシで清掃するといいですよ。あと綿棒かな。いや結構綺麗になったわ。全然違う。あ、これはね、良かった良かった。汚れてはいるけど綺麗なジャンクだとね、思っていた私の目にね、間違いはなかったですよ。そんなの見りゃわかるだろうというね、そういうお話かもしれませんが、でもやっぱり分解してね、水洗いするのが一番いいですよね。表面だけ拭いてもさ、中が汚いと、まあ、変な匂いがしたりとかね、今後ね、それきっかけで故障の原因になっても嫌ですからね。まあ、ここでは軽く水を拭き取ってね、外に出しときます。わ、綺麗になったな。あ、これはいいぞ。当たりだったな。これもね、綺麗にしていきます。これはね、ちょっとシミがついてる感じがするんだよな。綺麗になるかな。このプラスチックにね、シミが染み込んでると綺麗にならないんですけど、ああ綺麗になるわ。あ、超綺麗になった。全然明るさが違うよね。やっぱ水洗いいいね。あー、これ割れてるな。これはもう交換ですね。破けてるんで。なので、まあこれはちょっとね、なんていうんですかね、交換部品を買います。で、端子ですけれども、アビリティクリーンかけて洗いました。もう本当にね、アビリティクリーンでピッカピカになりました。いや、これはね、良かった。液漏れしてね、すごい状態だったんで。まあ、カメラに映すとね、そう見えないかもしれないけど、すごかったんですよ、触ると。まあ、端子もね、綺麗になりましたので、まあこれで大丈夫でしょう。いや、いいね、綺麗になっていくとね。まあこんな感じでね、綺麗にしていきます。端子はね、すぐ乾かして、接点強化剤吹きかけて、錆防止をね、しとくといいと思います。まあ水洗いするとね、錆びるんじゃないかっていう人もいらっしゃるけど、ちゃんと乾かせば大丈夫です。錆びるのはやっぱり乾かし方がね、ダメなのと、あと乾いた後に、まあ、表面のね、油脂分がやっぱりなくなると錆びやすくなるんで、そこはね、注意してください。これはね、錆びることはあまりないんですけど、まあ、これもね、綺麗にしていきます。これもね、あまり傷がなくて綺麗だったな。よいしょ。あまりソフトをね、出し入れしなかったのかなーっていう、そういう印象がある、ゲームボーイですね。こういうボタン類ね、まあこれスイッチですけど、こういうのもね、綺麗にしてきました。水がね、もうすごい色になってるでしょ。汚いんだよな。カメラで映すとね、まあそうでもないんじゃないって思うかもしれないけど、まあ実際はね、もう泥水ですよ。
で最後ね、ちょっと乾かしまして、まあ完成ですかね。まあここは錆びる要素がないんで自然乾燥でもいいんですけど、ちょっとね熱加えとくと劣化しにくいんで、たまにはねこうちょっと熱風を当てといた方がなんていうんですかね、樹脂にもいいかなっていう感じです。で、端子の部分ね、はめ込んで、綺麗になりました。ピッカピカになりました。で、これはね、交換部品を、購入することにします。まあこういうのはね、結構売ってるんで。というわけで、綺麗になりましたという、そういうお話でございます。で、この表面のガラスね、傷ついてる部分もあるけど、まあ、透明度上がったし、このままでもいいかなとは思うんですけど、まあ、ここもね、ガラスが売ってるんですよ。なので、ガラスに変えてもいいかなってちょっと思ってるんですよね。まあ、というわけで、ゲームボーイ無事動きましたというお話でした。今日もね、ご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、格安もね、ジャンプだったんでね、動くかどうか不安でしたけど、なんか、簡単に動いちゃったね。それでは、またね。